マ木キョサムラ暴言連発 TBS サンデーモーニングが大炎上30日に放送された TBS のサンデーモーニングにおいてまたしても変更報道が繰り返されてしまいましたまず感染症対策について田中優子さんやはり検査キットが身近にあったら安心なのにと思うちょっと不安だったらすぐ検査できる体制がどうして取れなかったのかとなってしまっておりまして まずこの検査キットは製造能力に限界がございます。マスクと違い医薬品に当たりますので簡単に製造できるものではございません。蘇生乱造して精度が落ちてしまったら意味がございませんので、まあ、現状品質が保証されている検査キットに関しては病院などの医療機関に供給されており、本当に必要な方が使える体制を 維持する必要があるのではないでしょうか。さらに北朝鮮問題について、青木治さん。北朝鮮の弾道ミサイル発射は、ミサイル開発が目的だ。北京東京オリンピックの開会中にはできないので、それまでにというのもあるし、もう一つは、アメリカに対するメッセージだ。アメリカはバイデン政権になって動く気配がない、などとなってしまっておりまして。 まあどうも北朝鮮寄りの発言に思えてしまいますが、まあ、ミサイル開発が目的だというのはそうだと思われますけども、まあ、こういったミサイル発射が国連決議違反であると説明するべきだと思われますし、また本日の中距離弾道ミサイルの発射はアメリカだけではなくて日米に対する揺さぶりだと思われます。この北朝鮮問題に関しては、話し合いでは解決できないことが 何度も証明されており、日米などはコロナ禍で北朝鮮に対する経済制裁が事実上かなり強化されていることを受け、北朝鮮が値を上げるのを待っているんじゃないでしょうか。さらに佐渡金山について田中裕子さん、他の国から問題があると言われたときは真摯に受け止める必要があるなどとなってしまっておりまして、 現状、韓国政府は、反日活動、悪質なプロパガンダの一環として、日本の世界遺産にイチャモをつけていると見られておりますので、そのようなものを、いちいち受け止める必要はないんじゃないでしょうか。最後に、本日の風読むコーナーは、バイデンリスクと題した特集が組まれました。その中で、青木おさん。日本は、 中国と対峙し、北朝鮮と対峙し、韓国とは歪み合い、ひたすらアメリカについていけばいいという考えでは、おそらくうまくいかない、などと発言されておられますが、現状、日本周辺の敵国は韓国を除き核武装しており、韓国も原子力潜水艦の取得などで核武装を拡作しているものと見られております。このような核の脅威から、 アメリカが核の傘で日本を守ってくれておりますが、日本が核武装でもしなければ、アメリカ依存の国防、安全保障は脱却できないのではないでしょうか。またこのような核だけではなくて、敵国の通常戦力も明らかに日本の脅威となっており、在日米軍などの戦力がなければ、 日本の抑止力の維持は難しいものと思われます。そのような厳しい状況の中で、無責任にアメリカについていくなと主張する前に、国民の生命財産をどのように守るべきなのか、真剣に議論するべきではないんでしょうか。以上になります。ご静聴いただきありがとうございました。